しゃべくり松代始まるよ。はい、皆様こんばんは。4月14日月曜日、しゃべくり松代181回の時間がやってまいりました。今日の松代はですね、本当にいいお天気でした。東城の杏のもですね、満開ですし、松代城の桜もですね、八分咲きという形で、これからもね、暖かい満開になるっていう季節になりましたんで、松代にもぜひ、来ていただければなというふうに思います。今回はですね、松代テレビ局がですね、26年3月18日火曜日にですね、東京の明治記念館において第19回 AMD アワードでリージョナル賞を受賞いたしました。この受賞を記念してですね、今回選ばれたいきさつですとか経過、それのお話を聞きながらですね、進めていきたいと思います。先日いただきましたこちらの表彰状とですね、モノリスをご覧いただきながらですね、今日のゲストをご紹介したいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。はじめにですね、3月18日の受賞式に出席したお二人なんですが、総務省信越総合通信局情報通信部情報通信振興室の室長さんであります、奥野裕子さんとですね、マッシュルテレビ局代表の宮坂文夫です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめにですね、今回いただいた主催でありますね、 AMD の正式の名称っていうのをですね、ちょっと、この室長さんにちょっとお話伺えればいいかなと思いますので、よろしくお願いします。はい、まあ、この AMD アワードというのは、大手の出版会社とか、通信会社で作る一般社団法人デジタルメディア協会、まあ、略称 AMD というふうに言われております。なるほどですね。まあ、これ見ると AMD はですね、政府の知的、財産戦略本部の取り組みとも歩調を合わせ、より多くの事業者や関係者とともに一層のデジタルメディアコンテンツ産業の振興に向けて活動を拡大している協会だというふうに文章読んでしまいましたけど、ちょっと硬いですね。硬いあれですけど、そんな感じですね。はい、ありがとうございます。それからまあこれ、審査員ですね、19回 AMD アワードの審査員の目録っていうのはちょっとあれしてるんですけども、これもちょっと小野さんを、説明していただければ。はい、まあ審査委員長としては株式会社角川、の、取締役会長様が、審査委員長というふうになっておりまして、以下の審査員ということで、まあ、著名な方々、8名計9名で、構成されております。あ、なるほどですね。はい、まあ、あとその他に役員さんも結構いらっしゃるので、これもちょっとあれですね、説明していただければ。そうです、役員も、まあ、理事長をはじめ副理事長、理事ということで、まあ、合計22名の、方々で構成されております。なるほどですね。まあ、これずっと下を追ってみていただくと、会員数が51社とか書いてあるんですね。はい、であと、ですね、これまあ結構あれですけども、一覧表ですね、この受賞一覧表っていうのをちょっと見ていただき、これ宮坂代表ちょっと、ね、あ、そうですね、はい、ですね、そこに出てると思うんですが、いや私びっくりしましたね、本当にね、私どもこの片田舎ね、私どもだけ全員ね、その日本国内はもとよりね、世界でね活躍されてる方なんですね、本当にキャリーパミョンね、ちょっと口回らないですけどね、ちょっとね、それからね、孤独のグルメとかね、進撃の巨人とかね、ニコニコ動、会議とかね、もう想像とのメンバーでしたね。あ、そうです。もう 今宮沢代表言ってたそのキャリーパミュパミュ、言えないこれね、ちょっとこれもね、ちょっと今受賞のねあれが出てたんで、ちょっとこれ見てもらえば、まあ、こういう人たちと一緒に受賞しちゃったっていうことですね。そう、残念なこのね、ディレクターがいらしたんですね、ご本人いらしてなくてね、あ、そうなんだ。そうなんですよ、ちょっとね、なんか期待してたの。そうそう、期待してたんですよね。宮坂さんって言うたら、そうですね、練習すぐ渡しちゃうからね、
サインしてもらって、はい、これだけどあのリージョナル賞っていうのはですね、これまあちょっと珍しいあれなので、これもちょっと僕の室長さんちょっと説明していただければいいかな。そうですね、はい、この、まあ、リージョナル賞というのは、まあ、地域に根ざした、うん、皆さんがですね、はい、活躍している賞でございまして、はい、まあ、その中でですね、まあ、私ども、まあ、AMD の協会の方からですね、はい、まあ、推薦をいただきまして、はい、でそれをですね、各地方総合通信局さん、私どもがですね、ええ、推薦をして、はい、見事に、はい、松代テレビさんがですね、はい、リージョナル賞ということで、うん、受賞されたということでございます。うんうん、安田代表も今なんですかね、すいません、携帯電話鳴らしちゃって、うん、すいません。でもやっぱりあれですかね、結構何件もあれですか、出るような形で。そうですね、まあ、私ども信越総合通信局の他にですね、うん、7つの、はい、通信局からですね、はいはい、計10作品の応募がございました。はい、でその中で、はい、審査委員会を経てですね、その中で最も優秀だったということで、はい、松代テレビ局様がですね、まあ、受賞されたという経緯がございます。ああ、そうですか。わかりました。これあれですかね、まあ、宮坂代表も、はい、まあ、壇上に上がったりなんかしてね、あれしたんだと思うんですけど、はい、まあ、これ皆さんで撮影した、はい、ね、全員で撮影した写真があるんですけれど、ね、この何ですかね、ここ、これ反対側か向こう側のこのね、この面白いっていうか、これはまたすごいですよね、こういう格好して授賞式に出ちゃうって、あの一緒に来た人ですね、その方は。そうなんですか、受賞者は違う方で、ね、一緒についてきたので。なるほどなるほど、でも少しさ、ちょっとしたパフォーマンスが出てきてるんでね、よかったですよ、いろいろポーズ作ってね。あ、そうですか、なかなかの雰囲気ですね、これだけど、これ宮坂代表呼ばれた時どんな感じでした？いや、これね、結構熱いたっていう、それでね、実はですね、うん、この当初ね、予定のあのチラシをいただいた時にね、うん、あの受賞者の代表の方お一人に、うん、あのお読みやじゃねえや、受賞の言葉をね、述べてくれっていうふうなことが書いてありましたね、はい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 、それで私はほらリージョナル賞じゃないですか、うん、私とは絶対来ねえなと思ってましてね、うん、アンケートになったんですよ、うん、そしたらね、うん、その受賞式の40分前にね、うん、あのリハーサルありますから会場に集まってくださいって言ったの、はいはいはい、そしたらね、ええ、一人一人ね、挨拶しろってんですよ、うん、ドキドキしましてね、うん、あわっててね、何喋ったらいいかと思いましてね、うん、まずそのね、こちらにいらっしゃいますあの、うん、奥野室長さんがいらしてましたので、うんうん、奥野室長さんにお礼を言わなきゃできねえと、うん、ね、まずそれをね、思ったんですよ、うん、で、まずそれでね、さっき言いましたようにね、うん、国内元よりね、うん、その全世界でね、うん、活躍されてる皆さんと同席されて嬉しいと、はい、これ言いましてね、はい、それであの、宮本は言おうと思ったんですよね、はい、時間がなくて、ダメだったんですよ、それ言わなくてもよかったですね。だけどね、嬉しいというふうにね、申し上げましたらね、司会のあれ、佐々木さんでしたっけね、うん、面白い挨拶って言われましてね、場の雰囲気がね、和んだって言われまして、褒められたんですよ。あ、そうか。その、くだらない話をしたんですけどね、褒められて嬉しかったですよ。あ、そうですね。すいませんでした。いやいやいや、とんでもない。その時どうでしたの？いや、あの、私も、まあ、事前の打ち合わせでは、うん、代表の方ということで聞いてたんで、はい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 、で、それ一人一人ね、受賞の方がご挨拶ということで、私もちょっと、まあ、緊張して、どのようなあのご挨拶されるのかなまあ緊張してましたけど、さすが宮坂さん、堂々たるもので、喋っていらっしゃいました。まあ、これあれですね、このマッシュルテレビがリージョナル賞をまあどのようで受賞したのかっていうのの、まあ、これ確認をしていくんですけれども、まあ、初めのきっかけっていうのは、まあ、これね、室長さんの方で、いろいろやっていただいたそのこういうセミナーみたいなところに参加してっていう形が初っ端なですね。そうですね、はいはい、これもちょっと説明していただければ、はい、これもですね、はい、私ども信越総合通信局というですね、はい、信越情報通信懇談会という組織がございまして、でそれが昨年の11月の1日にですね、はい、長野市内で、地域情報化推進セミナーということで、うん、セミナーを開催いたしました、はい、でその4名の講師の中にですね、はい、一応
松代テレビ局様をですね、ちょっとお願いいたしまして、講演を受けてもらったところでございます。でその中でですね、この松代テレビの、まあ、宮坂代表からですね、まあ、地域情報を発信する松代テレビ局、インターネットテレビで情報発信というふうなタイトルでですね、ご講演いただきまして、まあ、要はあのインターネット上の動画サイト、まあ、YouTube、Ustream ですか、への、まあ、動画配信により地域情報を積極的に発信している取り組みについてご紹介いただきました。まあ、あの時も宮坂代表ね、まあ、私もちょっと行った、一緒に行ったじゃないですか、行ったらね、あれ喉乾いちゃったっ、ひどかったんですよ喉乾いちゃったって事務局長一緒に行ったんですけど、あの市長さん聞いてくださいね、あの時にね、呼んでいただいて話してる時にね、事務局長がね嘘言ってね4、5人の前でね喋るだけだよって言うんですよ。じゃあ行くかとか言ってね、行ってね、ちょっとあの3日後の前ですかね、あの実はあれ100人ぐらいいらっしゃる、いましたね、ね、100人じゃないですか。初めね、まあドキドキしてたんですけどね、まあ、しゃべくり始めたら、まあ、いつもの通りね、あの緊張するって引いたんですけど、あの私いつものほうにね、その冗談言ったんですよ、初めにね。あ、もうそろそろ時間なんで、あ、そうですか、はいはい、すみません、はい、これ今ちょっと室長さんに言ってたね、あれですね、信越総合通信局とはどんな仕事やってるのか、はい、またちょっと場所もね、あの案内していただければ、この際にちょっとね、説明していただければね。場所についてはですね、はい、県庁からもう少し、ね、あの信頼の方へ行った、はいはい、検察庁の建物もう一つ上に上がった、はい、長野第一号庁合同庁舎の中に、はい、私どもの職場がございまして、はい、であの私どもどういった仕事をしているかということなんですけど、まあ、要は長野県と新潟県、この2県をまあ管轄しておりまして、はい、まあ、具体的に言いますと、まあ、放送局とか無線局のまあ許認可の関係、それとまあ電波監視などの電波の管理監督、それと電波利用の休息支援、それとあの私どもが、まあ、情報通信振興室におけるまあ、地域の情報化のための施策等をですね、まあ、その情報通信技術をまあ豊かにするためにですね、日頃仕事を行っております。はい、結構あそこってあの大きな建物で人数も結構いるってことなんですか。あ、そうですね、私どもの他にも、いろんな部署ありますもんね。で私どもの、 あの総合通信局は、まあ、先ほどご紹介しましたね、まあ、総務部とか、うん、情報通信振興室とか、それで無線通信部という、まあ、3つの部で、あとはそれぞれかなり質がですね、という形で構成されております。わ、はい、かりました。これでも あれですかね、実際にこれ推薦されたっていうのもあるんですけど、この時に推薦された時のあれってのはどういうあれでしたっけね。ちょっと私もあれしなかったな今。あの理由でしょうか。うん、理由で、ね、あのこれはあの、まあ、住民ディレクターという手法で、まあ、取り入れることで、まあ、自治体等の支援を受けずにですね、あ、はい、まあ、ボランティアの住民が自ら、取材、編集、放送する形で、はい、まあ、運営を続けていらっしゃると、でましてあの高齢者の方を中心にですね、さまざまな職種の住民がパーソナリティを務めて、まあ、それぞれの視点で地域の生の情報を発信してですね、地域に根ざしたインターネットテレビ局として、まあ、地域のコミュニティの活性化、まあ、地域住民のメディアリテラシーの向上に大きく、貢献したということが、まあ、あの評価されたということでございます。まあ、これもそれが推薦の理由みたいな形なんですね。はい、ありがとうございます。まあ、今回もそうですけども、私どもも今2010年、まあ、平成22年ですね、7月に開局してから、まあ、番組でまあ300以上作ったりとか、あとはまあ毎週この今ねやってますあのしゃべくり松代、これも170回以上、まあ、一応やったりなんかしてます、まあ、そういったその、まあ、なんていうんですかね、日頃のこういう毎週毎週の、うん、まあ、そういう続けるっていう形のあれですね、はい、まあ、その取り組みが評価されるんかなっていう形でいいですかね。はい、その通りでございます。はい、分かりました。はい、まあ、今後ですね、この奥野さんの室さんの方のこの信越通信振興室っていうんですかね、うん、今後の取り組みってどういうふうな形考えてらっしゃるんですか。まあ、やはり長野県と新潟県内の、まあ、地域での ICT を活用した情報化がですね、さらに普及促進
されるよう、まあ、支援していきたいというふうに思っております、はい、まあ、支援 の後押しするっていうような形になるんですかね。まだいろいろあのセミナーと地域情報化のためのセミナーと、うん、まあ、先進事例も含めてですね、はい、まあ、皆さんに紹介していきたいというふうに思っております。わかりました。まあ、最後になるんですけども、この宮坂代表なんでしょうけどもね、うん、マスオテレビを、まあ、どのようにしたいと思いますか。まあ、あの宮坂代表もそうなんだけど、まあ、局員との、まあ、相談になるとは思うんですけど、うん、ね、まあ、ちょっと重い、ちらっとないからちらっと喋ってもらって10秒ぐらいでしょ、ね、はいはい、そうですか。なんでちょっと、じゃあちょっと30秒ぐらいいいっていうんでね、はい、はい、じゃあ30秒ぐらいでね、今もね、市長さんからお話あったんですけども、うん、その推薦していただいた、はい、信越総合通信局の方々にね、はいはい、推薦していただいたにもかかわらず、うん、ダメだと恥ずかしいんで、うん、だからもう推薦していただいた方に恥ずかしくないような活動をしたいと、うん、もうこれが一つね、うん、それから、前々回でしたかね、文化財課の山中さんに来ていただいて、うん、あの時に松浦が好きだという、ね、うん、お話ありまして、うん、それで松浦が好きだよね、松浦に就職したんだと、うん、で松浦の人がね、松浦のことを好きじゃない人もいっぱいいる、うん、松浦のことを知らなさすぎるってお話なんで、私ね、ズキンときたんですよ。だからそういう意味でね、松浦の人、松浦の外の人もそうなんですけども、その特にね、松浦の人にその松浦の良さ、松浦はこういうとこだっていうようなことをね、伝達、情報を流さなきゃいけない、うん、その責任をね、感じてますね、うん、はい、うまいこと言いますね皆さん拍手まで、おいいね、そうか、了解でございます。あ、じゃあ今日はそのマスロテレビの代表の話を最後にですね、今日はAM で受賞と、まあ、経過をお聞きいたしました、はい、ゲストって緊張しますね、本当にマスロテレビはいいですね、やっぱりね、今日本当はどうもありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございました。でした。いやいや、うん、三田さんと二人でやったのね、うん、初めてですよ。そんなことない。そんなことない、うん、なんかちょっと時間つい、ね、あんまり喋りすぎちゃったよ。俺に何でも喋らせてくんねえんだもん。そうかね、まあ、今これからじゃあ喋るか、まあ、はいはい、あ、そんなことない、はい、はい、皆さんそれで来週はどうですか、うん、来週はね、また私やるんですけどね、はい、ご苦労さんです、あのね、真っ白出身のね、版画家、お落合浩二さん、はい、いくつぐらいのことなんですか。ね、私らよりね、少し先輩でね、じゃあまだ50ぐらいの方。いや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 、違うよ、70ちょっと前だね、うん、なんで頑張ってるんでね、来月もね、アメリカ行くとかっておっしゃってたんで、はい、まあ、世界で活躍する、そういうことなんです、はい、だからそういったね、お話をね、ちょっと聞ければいいかな、そうですか、まあ、それよりもこういう人がいましたよ、いますよっていうのをね、素晴らしい、はい、やっていきたいなと思ってます。はい、わかりました、はい、それでは来週のしゃべくりますの、はい、どうぞお楽しみに、はい、よろしくお願いします。松代、あなたの街、しゃべくり松代、また見てね。